こんにちは、 DJ ソワライズメロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパーやっていきたいと思います。はい、今回なんですけどラッキー装備召喚やっていきたいと思います。覚醒奥義、はい、ちょっと5名だけ覚醒奥義が欲しいキャラ並べときました。ユフィちゃんなんですけど、ユフィちゃんは水でスタメンやってるんですが、こちら地属性の覚醒欲しいところですね。それ用でもう地のアビリティ作ってはあるので、忍術でラム挑もうと思ってるので、そうなるとユフィちゃんとティファちゃん2人のコンビネーションでやってほしいなっていうので、地属性揃えたいですね。キングダムハーツので、バーストかな、違うかな、なんか取ってるんですよね。超絶なのかな、水違うな、超絶か、これですね、キングダムハーツ、まあ、持ってるんですけど、地属性ちょっと集めていきたいですね。これはなんだ、あ、水の重式か。ユフィちゃんちょっとコンプリートしたいですね。マテリアはコンプリートできてるのかな、できてますね。でガネちゃんなんですけど、ガネちゃんはあと残すは覚醒のみ、ドリームで回収もできるんですが、まあ、次ラムー倒したら次雷が来るので、魔法パーでいくか悩んでるところですね。でガネちゃん欲しいです。でビビちゃんなんですけど、はい、この覚醒ですね、氷雷ですよ、欲しいところなんですよ。あ、次の行動氷雷、そういった意味では雷で、ビビちゃんを魔法パンに入れてあげたいなと思ってます。でエースちゃんなんですけど、僕も霊式結構ガチャ回しててエースシリーズチェーンゲットしてたの で専用アビも作ったんですよ。なので、まあ、覚醒は引きたいというところですね。持ってたいなと、まあ、シンクロも欲しいんですけど、まずは覚醒欲しいかなと思ってます。そしたらバーストとかは回収してあげようかなと思います。回収できるものは回収していきたいので、オーバフロー奥義もドリームでゲットしてあげてもいいかなと持ってる候補の一人ですね。エースちゃんはホノパに今新しく入れたいところです。でシャドウちゃんなんですけど、僕の大好きシャドウちゃん、この覚醒が欲しいですね。やっぱ覚醒が欲しいです。戦技はいつでもドリームで回収できそうなので急ぎではないんですが、覚醒、闇覚醒、シャドウちゃん、まあ、この5名ですね、どれか引き当てたいです。まあ、神引きできたらなと思います。それでは行ってみましょうか。前回ですね、ラッキー装備召喚オーバーフロー儀かなり渋かったので出現率悪いんですよね。 14% これも 60% でもいいと思うんですよね。もうもはやフェス前カウントダウン、言っちゃえばこれ1500円ですからね。1500円払って1個はさすがにちょっときついですね。だったらドリームだったらいけますからね。お願いします、有名様。ほら今、3つ4つ、2個きた、2個きた。狙うはガネ、あ、シャドウちゃんは入ってほしい、シャドウちゃんは入ってほしいな。シャドウビビ、シャドウガネ、あー、エース欲しいけど、シャドウガネ、シャドウエースが欲しいかな。エースは欲しい。シャドウ、まずシャドウお願いします。かぶりなしでカモン、ホロイマ、これはどちらさんでしょうか。シャドウ、あー、無知か、持ってる気がするな。あ、ナバート、エッジ、ま、忍者来たけどエッジか。また使わないキャラが揃ってきてるな。ナバートさん闇だ。ちょっと見てみましょうか。ちょっとどんな感じでしょうか。
うーん、闇と水か。うーん、まずはナバートさんシリーズ、くー、まあまあまあ、まずはナバートさんからいきましょうか。ナバート、覚醒か、厳しいんじゃないかな。闇は好きなんですけどね、闇揃うな。正直でも揃っ、え、レインズもいるじゃないですか。レインズも闇じゃないですか。闇闇でいく、ナバートと闇闇コンビ、コンビ。でもセラちゃんいるからな。ライトニング姉さんもいるでしょ、バニラちゃん。もうライトニング、バニラ、ファング、セラちゃん、セラは気に入ってるからな。どうしても入れたいかな。覚醒持ちだし、セラ鍛えてるんですよね。まあ、闇闇でナバート、ナバート闇で、まあ、行くのもまあ悪くはないじゃ悪くはないっすね。アビリティはすごいいっぱいあるんで、まあ、次お次エッジちゃん見ましょうか。エッジちゃんは、まあ、正直4だとセシル、あー、水水か。まずチェインがないかな。エッジ、あ、自前のチェイン持ってるのね。しかも Q チェインですね。奥義も一枚に持ってるという。エッジね、エッジ解放してあげようか。悪くないんですけどね。忍者パーティーはまあ確かに作りたい、正直なところ。エッジ、まあ未所持覚醒2個、まあ、悪くはないとは思うんですが、まあエッジですね。まず、悩むっすね。ナバートちゃんね、悪くないっちゃ悪くないんですよね。ナバートちゃんまとめて、お、全然足りない。なるほどね、中確率で一定時間耐性1ダウンだ。つか悪くねえな、ナバート悪くないな。レインズ、いや悪くないな。闇魔法パーティーで考えると、悪くないな、これ強いな。っていうかナバート、むしろ強いな。ちょっとこっから雑談タイムで、正直闇魔法、闇魔法パーティーってナバート大収穫っすね、多分呼び出す。ここ僕が作ってる、多分古いですけど、この当時で闇魔法パーティーみたいな、
でもゴルベーザもうクラクモ姉さんゴルベーザレインズは多分確定なんですよね。でアルテメシアちゃんがこれ風なんですよね正直風なんですよ。でも扇持ちなんだよな扇持ち。奥義持ってるしオバフロも持ってるというアルテメシアちゃん。アルテメシアちゃん入れてる理由がアニマ使えるからなんですよね。でもこうなるとでゴルベーザが揃ってないところがあれなんですよね。ほんとチェイン専用役ね、召喚も4つしか使えないんですよね。召喚使いたいアニマ使いたいんですよね。召喚が使えるやつがマジでいないな。アニマは誰が使うようなんだ。シーモンは嫌いだから使わないとして、まあ、そうなってくるっすよね。ちょっとナバート候補ですね。ナバートがもしナバート魔女も使えるんだ、まあ、ナバートでいくと正直使うのはナバートでナバートの覚醒でどんどん弱体要因ですかねってなってきますよね。完全に正直なところで結局ここもメメ盛りですか。こうなる感じがするんですよね。ゴルベーザのメインウェポンがな。そうなるとって感じですね。ゴルベーザのメインウェポンがないな。まあこいつクラスになるとこいつが覚醒持ってたらまた違うっちゃ違うんだけどなって。アニマ使いたいな。ネクロカウントはレインズっぽい感じはするんだよな。オバフロ持ってる。ちょっとあれですね、めちゃくちゃ悩むっすね。ゴルベーザちゃんがなもうちょっと男見してくれたらいいんですけど。ゴルベーザ召喚使えてもいい気がするんだけどな。てか闇属性武器がないな。闇の魔力無知か。闇の無知か。そうなるのね。とりあえずはこれで。覚醒持ちだからそうなりますよね。
こっちもこうなるか。ゴルベーザのメインウェポンがな、ない。ゴルベーザちゃんな、ほんとチェイン専用だなこの方は。確か弱体みたいなの星5アビでもあったような。ダークレイド違う、使わないから解体しちゃったのかな。確かあった気がする。それを作ってあげてもいいかな。まあ、とりあえず、あ、ダークゾーこれか。でも攻撃のやつか。弱体はないか。すごいな。まあでもナバートロだ。星5まといが必要になってくるってことを考えると、あ、やっぱりナバートになるかな。そう、ナバート強そうだな。ナバートにご褒美をあげていかないと。シンクロか、超絶。うわ、弱体、もうほんと弱体がこいつ結構できるな。そう考えると、あ、バーストでも弱体できるんだ。こいつも弱体専用さんですね。弱体要員だ。結構入れといた方がいいかも。クラクモ姉さんは強い、強いと思うんですよ僕。お、覚醒手に入れてから装備させてなかった。超絶も出てるやん。味方全体に反射バリア、これしかも反射はそんないらないんだよな。このバーストバフできるので、こんな感じでしょうかね。姉さんは、姉さんも覚醒手に入れたんだった。そうっすね、魔石星5やった時アークでしたっけ。アークじゃないか、なんだ、闇忘れちまった。あいつか。その時はまだ覚醒持ってなかったんだよな。そう考えるとこの古いパーティー、ハッスルダンスどうかな。踊り子、攻撃力魔力なんとかアップ、マリカオーラレ、マリカオーラレより踏みとどね、緊急事態用に持たせとこうか。ゴルベーザかな。もうちょい男見してくれればいいんだけど。レインズ、超絶ね。ああ、暗黒アビリティダブル。取ってあげてもいいかも。奥義欲しいですね。とりあえず、こんなもんですかね。奇跡好きかな僕は。歌歌って回復しよう。何が正解なんだろう。とりあえずこっちしとこうか。せっかくだから魔石も交換しとこう。
デスゲイズね、うん、このアダマンタイマイ必要ないでしょ。タイタンつけなくていい気がしてるな。あ、マディーンだ、マディーン。マディーンなー、ライズパワー。魔力アップ、あ、デスゲイズね、ここ1個デスゲイズにしときたいですね。んー、デスゲイズ、デスゲイズを、あ、クイックアクションなのか。エンダーク、エンダーク、マインドアップ、アンチマジック、アンチマジックじゃないな、ここは。このアークを鍛えたいな。マジックアップつけてあげたい。精神アップね。マジックアップ2個ついてるやつなんかあったんじゃないか。フェニックス、マジックアップ2個ついてるのなんかないかな。とりあえずここの人に変えとこう。これがな、タイタンじゃないな、やっぱり。とりあえずマーディーンで。アークのな、アークな、マジックアップつけてあげたいな。マジックアップですね。つけてあげようか。作ってあげようか。じゃあ、シルドラちゃん余ってるやついるか。シルドラちゃんか。シルドラ不足だな。シルドラちゃんですね。シルドラ不足です。まあ、とりあえずこんな感じで行こう。あ、ナバート周回、ナバート、ナバートを使っていく方向ですね、完全に。はい、OK。ゴルちゃん、あ、ゴルちゃん、ゴルちゃん結晶水使ってなかった。ゴルちゃんは使っていくでしょう。姉さんは使ってある。レインズちゃんを使ってある。ロバートちゃんも使ったということで、とりあえず結晶水でパワーアップ OK。 レコードダイブ、
ちょっとね、レインズちゃんが、レインズじゃん、ラバードちゃんが足りないんですよね、結局。あ、1個はゲットできなかったか。まあ、あとちょっとですね、まさかの足りないという心と血が。これをセットして終わりたいと思います。いやー、ナバードちゃん結構強そうだな。うん、使ってこう。闇魔法パーティー、ちょっと兄は使いたかったっすけどね。 OK、 召喚使えるやつがいないっていう。 OK、 とりあえずこれで、今回、まあ、結果ちょっとナバードが来てくれたおかげでちょっとテンション上がりましたね。これからもうちょっとナバード強くしていきたいと思います。まあ、シンクロ持ちの闇魔法がいないので闇魔法系はもっと鍛えたいですね。闇物理はすごい揃ってるんですけどね。まあ、この中で専用アビを手にするやつっているのかな。もうゴルベーダちゃんがちょっとね弱いかなってところがあるですね。ゴルちゃんもうちょっと鍛えたいかなっていうのはあるんですが、レインズちゃん、レインズちゃんも専用アビって出るのかな。専用アビ持ちではないのと、ちょっとナバードちゃん見たいっすね。見ることはできるのかな。開放条件、中身が見れない。クラクモ姉さんもあれかな、専用アビってある。あ、まだ解放されてないのか。じゃあ4、ゴルベーザちゃんは、あ、専用アビこいつ持ってる。なるほど、ゴルはこれを使えということなんですね。なるほどです。ということで、今回はちょっと長く、後半長くなりましたが、はい、ガチャの結果&闇魔法パーティー強化動画みたいになりましたね。セットして、はい、ちょっとどんどん、ちょっとナバートちゃんちょっと鍛えていこうかなっていうリストに加わったメンバーですね。サーティーンもよう考えたらだんだん強くなってきましたね。覚醒持ちが増えてくるとちょっとやりやすくなってきますね。はい、フェスも、フェス多分僕、フェスは多分ティナちゃんにぶっ込むと思いますね。でもティナちゃん専用、英雄専用アビが出るので、やっとティナちゃんも炎属性、炎パではメルトン卒業できるということですね。で、あと結構なんだろう、ティナちゃんすげえいろいろ使うんですけど、シンクロ覚醒が切れた時の風覚醒は持ってるんですけど、メルトンその時持たせてないんですよね。基本そういう時って連続あのファイジャン持ってくんで、その時専用アビが持ってけば対応もできてしまうというのででかいかなと思います。あと風もスタメンには魔法ではなってるので、どんどん活躍してほしいなと思いますので、ティナちゃんのシンクロ狙っていきたいですね。なんで僕は第3弾ぶっぱなしだと思います、宣言しておきます。まあ、正直5弾が結構、5弾にティナちゃんのリミットブレイクオーバーフロー入ってるのでそれも欲しいんですけど、あとなんだろう、セフィロスさんのシンクロ、ドルランドゥのシンクロも入ってるんですよ。5弾も結構やばいなって感じなんですよね。3弾5弾、3弾でティナちゃんすんなり回収できたら、戦技はちょっとスルーして追い求めなく感じですかね。5段にぶっかんそうかなと思ってますね。5段確かディッシュさんも入ってたような気がするんですよね。なのでその辺ちょっと回収していきたいなと思ってます。まあ、シンクロはちょっと欲しいですね、ティナちゃん風シンクロ。そんな感じで僕のフェス予定ですね。まあ、あと裏番で来るイベントが怖いっすね。
裏で来るやつが、ちょっとそれによってはって感じですね。そんな感じで今回 DJ サラズメロージャム TV 長くなりましたが、今回はこの辺で終了です。ご視聴ありがとうございました。サンキューマハロー。